題して、はい、何題して、あ、題して峠マシン対ニュール最速マシンです。はい、はい、今回ですね、車が5台用意されてます。5台、まあ、いつも の、 あの軍勢峠を走ってるマシンが3台で、それに対抗するのがニュールの最速マシン GTR、 3号 GTR と、うん、そしてコルベット。コルベット、その2台はちょっと軍勢だとパワーがちょっとこう生かしきれない、いや無理だねっていうところで、今回この峠っぽいこのマゼサーキットでやると。てか3人しかいないじゃん。3人しか、そう、そこで題して、題してホットバージョンドライバーオーディション開催イエーイ、おー、通ったかね。カズマさんお願いします。はい、じゃあ皆さんこちら、バトルドライバーが足りないということで、急遽持ち上がったこの企画に5人の勇者が集まってくれました。ドライバーガニみたいなね。でも日々のは入ってないですよ、だいたいあの画面から。また、ここで日々のは進めて、順番に行きますので、はい、はい、まずですね、トップバッターは井口拓人、推薦人はなんと DK さんです。誰 DK って。本当に土屋さんに推薦していただいたので、今日は結果を出してですね、オーディションに合格してバトルに参加したいと思います。はい、いいレース、カメラ向かって言って、はい、いいレースするもんだって井口は。ああ、ね、予選もいいけど決勝もアグレッシブ。見てるんですね、ちゃんと。俺見てるよ、だってさ、はい、ホットバージョンこのまま行くと終わっちゃう。お前40代後半だよ2人とも。ね、若いやつ入れないとなくなっちゃうよ。そうね、そうそう、最近のレース中割と暇な時間があるんで見てる。暇じゃねえ。暇じゃないんですね。暇じゃない。アグリは500見てるし、はい、俺は300見てる。わかりました、次行きます。はい、それでは次行きましょう。髪型綺麗やがった。はい、続いてはタラバガニみたいな格好して、はい、平中克幸です。平中、はい、平中もいいんだよな。はい、よろしくお願いします。推薦人はなんと2人います、うん、DK さんとノブさんです。はい、 いいよ。平中はさ、やっぱこうレースやっててもさ、こうなんかこう攻めるレースをするじゃん、ね。まあ、僕オーディションを勝ち抜いてきてレーシングドライバーになったので、まあ、このオーディションもですね、しっかりと勝ち抜きたいなと思います。喋るようになったんだ。あの、なんていうの、こう当たってもそれ以上やらないっていうさ、あれが俺好きだね。はい、はい、じゃあですね、ここまでは、素晴らしいドライバー。ここまでは素晴らしいドライバー、ね、ここまでは素晴らしいドライバー、ね、ここからはですね、ちょっとここまでは本物ドライバーでしょ。ここまでは本物ドライバーです、ね、うん、ここからちょっと若干お笑い担当ね。なんでここからさっきおまけを呼んできたの。いや、いろんなキャラクターがいた方がいいかなと思いまして、いいなので、ホットバージョン向けのキャラクターを呼んできましたので、ホットバージョン向いてるかな。続いては、久保凛太郎です。よろしくお願いします。あ、これプリウス早い。はい、まあ、先輩たちに、負けないように頑張りたいと思います。割と普通のコメントでしたね。普通だね。普通でしたね。まあ、もうないな。そうですね。まだ朝早いんで、もう、ね、まだまだ今ちょっと久保凛太郎はちょっと滑っちゃいましたけども、ここからまだ大丈夫です、はい、ここから大丈夫です。はい、さあ、続きましては塚本七海。はい、はい、こう言ってね、推薦人は BM チャンネル。でもさ、塚本はさ、はい、はっきり言ってどこにでもいるよね。そういう、ね、どこにでもすごいよね、すごいよね。なんか人気ですもんね。絶対いるよね。あの、家に帰らずにサーキットからサーキット。絶対にいるよね。はい、はい、います。絡みすぎ、絡みすぎ。じゃあ改めて一言お願いいたします。はい、ドリフトマッスルのビギナーから合格いただいて、ドリフトにデビューをしたので、今回また合格いただいて、ちょっとドライバーとしても。こう認められたらなと思ってます。頑張ります。土屋さん、唯一のね、好意で女性ドライバー来ましたけど、ね、まあでもね、今回この4人でね、はい、オーディションがね、そうですね、開催されるわけです。おーい、まあ、女性ドライバー。おーい、いや、七海を呼ぶとついてくる日々のがいる。あー、パッケージ？バーター？バーターです、バーターです。七海を呼ぶとついてくる。バーター。一応、せっかくお越しいただいたので、自腹でお越しいただいたので、うん、一言頂戴したいと思いますが、うん、最後のドライバーは、日比野哲也です。俺が日比野だ。違うビデオで見たことあるね。ちなみにここまでは皆さんちゃんと推薦人がいたじゃないですか、うん、日比野の推薦人はすごいですよ。なんと推薦したのは、うん、自分です。俺だ。マイセルフ。まあですね、というわけで、まあ、日比野まで紹介させていただきましたが、日比野なんかないの挨拶とか。え、したじゃん今。あ、したじゃん。俺が日比野だがもう挨拶したからね。それで終わりなんだ。はい、ただ、今回はですね、なんと土屋さんから提案された企画だとお聞きしておりますが、若い、若い人気者のドライバーを育てないといけないということですね。次をね、逆言っちゃうとお二人を
なんとか倒すこう、そうそうそうです、そうです、俺たちこれの危機、そうですよ、それを自ら選ぶっていう、まあお前は大丈夫だまあ最初に行くのは俺だからさあそれではドライバーオーディション行ってみたいと思います、どうぞ。オリド谷口に続くドライバーを見つける、これはホットバージョンの課題の一つなのだ。今回の5名の中から見事オーディションを突破する者は現れるのか。ホットバージョンドライバーオーディション、マゼサーキットを使ってタイムアタックとドリフトで審査。教習車にはドライビングの基礎をチェックできるロードスターをチョイス。パーティーレースにも参加できる仕様の NRA だ。追っかけチェック用に RS も用意した。まずは速さをチェック。 GT ドライバーの乗車順はじゃんけんで決定。ドリフト派にはハンデとして先に乗ることが許された。大丈夫です。コースの下見はたった一周のみ。お前しょぼいタイヤで追っかけられるか。トップバッターは塚本七海。安全に行きます。とりあえずあとは控えてますからね、頑張ります。エスケープがほとんどないからね、割とやばいですよ。だからどの程度そのプレッシャーに耐えられるかね。後ろから煽れたら煽ってみたいと思います。結構ノーズ沈むな。マゼをグリップで走るのもロードスターに乗るのも初めてです。ヘアピンだと、あ、フロントは結構沈むんだ。まあまあ、ブレーキ温め、タイヤ温め、いい感じじゃないですか。これ3周でタイム出るかな。私いけー。アタック開始です。やばい、土屋さんが後ろにいる、緊張。あー間違えた、やばい。ブレーキが早すぎるんじゃないの。最終コーナーってこれすごいケツ流したくなる。そのラインではアンダーしか出ないです。弱点はブレーキングでしょうね、と荷重移動。タイヤに頼ってるかな。2周目は17秒台に入れてきた。頑張れ私。ここの ブレーキの強弱の見極めがもうちょいか。タイムは16秒360。いや楽しかったんですけど、土屋さんのプレッシャーが半端ないです。まあレーシングドライバーとは違うよね、やっぱりね。やっぱこう一周でそのこの道具はどういう道具なのかっていうのを見極めて2周目3周目で試すっていうね。2番手日々の哲也。はい、俺が日々のだ。初めての俺ロードスター、初めてのコースでどんなタイム出るか分かんないですけど、車を壊さない、これが一番大事だと思うんで頑張ってきます。ドリフト野郎ですけれども、グリップそこそこ早いですよ、こいつは。七海でもタイヤは温まってるでしょう。しかしロードスターっていい車だね、楽しいよね。さあアタック開始です。
あれ離されてる。早いね日々のね。いやよく止まるな。そうなんです、ロードスターは軽いから思った以上にブレーキは効くんです。だからこの走りのようにブレーキを遅らせて早めのアクセルオンも必要になるんです。いいね。うまいじゃんねえ。ドリドリが履くタイヤはエコタイヤ、もう垂れちゃいました。離されちゃうよね、タイヤ使い切ってる。1周目から14秒台をマーク。早い。エコタイヤじゃ無理だ、追っかけらんない。アタック2周目。いいね。しかし失敗、痛恨のシフトミスです。今のでコンマ1秒はロスしたかな。最終コーナーはアウトから入って3速キープ。タイムは13秒571。慌てるとやっぱミスるな。2度のシフトミスは痛かったが13秒台を連発。いいね。この車すごく車が動くんで分かりやすいですけど、どこから攻めていいかまだ関心じゃ分かんなかったっす。3番手平中克幸。ちょっと初めて走るんでドキドキしてるんですけど、まあ、ちょっと日比野さんが速いタイム出してますし負けないように頑張ります。さあ続いてはレーシングドライバー部門に入ります。平中なんでね、車を乗り換えてオートプロデュースボスのスーパーチャージャー320馬力で追っかけチェックをしてみたいと思います。GT ドライバーとして負けられない3ラップ、さあどうか。ブレーキポイントも分かんねえしな、怖えな。やべいきなりアグレッシブ、遅えな。これ遅え。ちょっと雑かな。くそ。1周目は15秒台。さあタイムを縮められるか。なんだかな。早いのか遅いのかが全然わかんない。車を舐め切っちゃってるっていうかね、俺がなんとかできますっていう感じかな。2周目14秒055。これやっぱ日比野早いんだよ。車の操り方はやっぱりこうもうプロのレーシングドライバーだからうまいよね。タイムはどうか。ゴーゴーゴー。13秒825日比野に軍配。2番手。うわ難しかった。悔しい。4番手井口拓人。先輩たちがしっかりとタイヤを温めてくれてるんで1周目からガツンと飛ばしていきたいと思います。頑張ります。こいつのレースはね、見てて気持ちがいいほど直線で抜かれてコーナーで抜き返すっていう、その気持ちが好きで推薦しました。車を見てるよね。
ングを見てる、ちゃんと多分1周目が一番グリップすると思うんで、もう1周目からいっちゃいます。さあ井口はどうか。よっしゃ行くぞ。コーナー出口で暴れていない。あ、ちょっとひびのっぽいね。俺がなんとかするっていうんじゃなくて、その道具を、道具のいいところを引き出そうとする運転だね。最終コーナーは2速を使用。出してるね。13秒653。土屋さん近い、土屋さん近い。このライン取りはちょっといただけないかな。1発目だけタイムを縮めようとして、2発目でちょっと無駄を出してるかな。だけど綺麗に走るね、それなりにね。13秒367。速っ。井口はなんと3周とも13秒台をマーク。いいね。いや、すごい楽しかったっす。あの土屋さんのプレッシャーに耐えながらなんか走ってる感じが良かったです。後ろから見ててもそのいいとこ見せなきゃっていうところがないよね。その武器を使いこなすっていうところに専念してるから、とても好印象です。ラスト、久保凛太郎。まあ最年少なんで元気ある走りで頑張りたいと思います。今 GT でもね、この凛太郎は結構注目するぐらいの速さプリウスで見せてますからね。狭いな意外と。割と落ち着いてるね、若いくせに。さあ期待の新星、その走りはどうか。頑張れ。ちょっとブレーキングが早いか。おっと、ここではアンダー。ここもどうかな。まだ自分の武器がどういう武器なのか分かってないかな。1周目15秒台。この弱アンダーは速いかもしれないな。2周目14秒台、あと1周だ。さあタイムはどうか。いろいろ届かず。なんかな、悔しいです。凛太郎はね、大事に大事に過ぎるかなっていう感じ。トップタイムは井口がゲットで、気になるのがそうキャスターのタイムです。年寄りがこのまま継続してホットバージョンです。仕様が
可能かどうかチェックしてみたいと思います。あれですよ、僕負けたら土屋さんやってくださいよ。俺はいいの。よろしくお願いします。お前ら見とけよ。さあ久しぶりの緊張するこの企画、これねコメントをしてる余裕が多分ないな。まあおそらくですよ、タイヤはもうこれだけ使い切ってますから5人乗ってね。だから3秒5、6出れば十分じゃないですか、タイム的にはね。さあ参りますよ。さあ見せていただきましょう、ノブのマジアタック。試験はあんいい感じ、しかしシフトミスした。気迫を感じるね谷口くん。1周目13秒6、2周目試験、ツッコミも姿勢も申し分なし、これはいけそうだ。最終コーナー、ノブも井口同様二足を使用、しかしあーやってもうた。やりすぎた。最終あれで13秒5。13秒5。さあラストアタックだ。ミスった、シフトミスした。これは大ピンチ。最終コーナーでもおーミスった、シフトが。なんとノブさん1周で2回のシフトミス、これでコンマ1秒届かず、井口を捉えきれませんでした。続いてマシンコントロール度をチェック、まずはオリダーのお手本走行。リアタイヤには RS のエコタイヤを装着。ああ、さすがです。前後重量配分50対50のロードスターはドリフトアングルを決めるのも保つのも難しい。トップバッターは久保選手。技持ってそうだね。ガゼルガゼルいっちゃう。なんかちょっと本当嫌な空気を感じるな。俺だけ新作感は最終コーナーのみ、アタックは3回だ。さあまず1人目久保凛太郎です。2足凛太郎二足のまま。あーこれはちょっと怖い。まだ様子見です、様子見です、様子見です。あ、サイド。いやなんか今見ててちょっと恐怖を感じた。さあ2本目、あそこで引っ張ってサイド流していきます。最近ドリフトを始めた久保選手、まだまだ修行が足りないね。これやばくね。絶対粉砕で使いたくないドライバーナンバーワン。危ないと思ったらすぐ止める勇気を持たないとね。そうですね。でいろいろと刺してハザードで繊維喪失、繊維喪失ですね。 OKOKOK。 それは楽しい判断。どうだったの。難しいっすね。続いて AE86 でドリフト時代もあったという平中選手。
さあここから、ここからいきます。さあ一気にこのマゼサーキット S 字を下って最終コーナー入ってきます。さあシフトロック同じくシフトロックアウトいっぱい。おお、なんとか立ち上がっていきます。まあまあいいんじゃない。まあまあ80点すごい、高得点やりました。チャレンジする感じが、そうそうそう、あーやばな、このドキドキ。2本目おお、これはなかなか。85点、90点、85点いいじゃないの、素晴らしい高得点。3本目はオーバーを出しすぎてスピン、惜しかった。ずっと走っててもずっとドキドキしてるっていうのはなかなかないんであのコーナーウェーンって来なかったじゃん、ね、あのコーナーからなんていくと多分ここまで持たないです僕のドキドキが1本目は怖いんでちょっとゆっくり様子見でいきます。いや、できるかな。さあ井口、この1本目まずはどういう走りをしてくるのか。やってきました、サイドフィーよっしゃ、行くぞ。井口選手2本目、ちょっと今のところ全然平中選手の方が高いですね。高いですね、はい。3本目に行きます。このままの流れで井口拓人3本目しっかりと決めることができるんでしょうか。逆に乗ってきそうで怖いな、この。さあニュルブルクリンクで鍛えたこのテクニック、いいぞ。さあシフトロック、サイド引いて今度はファール持ってきた。綺麗に持っていった。オリドっぽい、オリドっぽい。さあこれは3人の点数が非常に注目。今のちょっとオリドっぽい、今のいいよ。 DK、 オリドっぽいぞ。おお、95点、オール95点、素晴らしい。井口選手、ドリフトは難しいロードスターで見せてくれました。いいね。無理だなと思って3本目も諦めてたんですけど偶然決まりました。はい。どうやって決めるかな、1本目。ドリ車ではドリフトできるけど、はい、一般車でどうかっていうところですね。そうですね。可能性は。さあ、それでは塚本七海、まずは1本目どうでしょうか。おー、向けて、おや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 、危ねー。でも今入りはすごく良かったですね。入りはいいよ、入りはいい。ああ、塚本選手2本目、決めきれず。3本目も決めきれず、ラストは日比野選手だ。やっぱ最低でも1個手前からは、そう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 ね、そうね、それいけそう。じゃあ1回目は練習で2本のうちに決めます。ああ選手どうか。さすがですね。とても今までの同じ車とは思えないぐらいのね、なんかね。DK95、ノブ90のマックス98。2本目。いやー、コントロールしきってます。しかし3本目はなんと、あー危ねえ危ねえ。でも今そこまで完璧だったな。もう一回見たいな、もう一回、もう一回、もう一回見たいな。さあ、これが最後、君の見せることができるか。ドリフトチェックの結果はご覧の通り。やはり井口選手はここでも大健闘でした。うまいね。結果発表です。合格者にはこの日のギャラが贈られます。ペソ、ペソ、ギャラがもらえるドライバー、はい、行ってみたいと思います。はい、
わざましい。ギャラがもらえる。お前は遅いでしょ。ねえ。可愛いからもらえるかなって。お前は危ないでしょ。ああもうこの二人消えた、もう今この二人消えましたね。ギャラ発生。おお。おめでとうございます。ありがとうございます。おおすごい。合格者は平中、日比野、井口の3名、はいはい、おめでとうございます。ちなみに今回見事トップ通過しました井口選手、もうここからは選手ですから、おめでとうございます。選手どうですか、キャスターだよ、キャスター、キャスター、はい、はい、一言どうですか。いや、もう何よりお金いただいてお前それだけ貧乏なんだ。やっぱ金か、そこ、はい、金か。僕は順よりも お金もらって美味しいご飯を食べれればいいか金か。そうだね。じゃあ井口選手、僕は本当にドリフトしかしてこなかった側の人間なんですけど、車のコントロールできる人はタイムも刻めるんだなっていうのが、あの自分でも何かあのひらめいたというか気づいたことがすごく良かったと思います。今のコメント全部カットされてる慣れてないんですよね、これね。カットされてるからね、はい、さあそして、はい、今回大緊張でした平中選手、一言お願いいたします。いやちょっと緊張しすぎまして、普段の自分を、出せなかったなと、はい、もうちょっとしっかりとですね、全部なんか中途半端なその感じになってしまったんで、ちょっと僕もちょっとひらめき、僕は足りなかったな、ひらめきが。なかなかスマートなコメントですけど、ね、あのコメントがなんか松岡修造に似てますよねひらめきとかね、はい、まだですね、まあ、残念ながら今回選ばれませんでしたが、久保選手どうでしたか、はい、参加してみて。多分誰よりも中途半端なのが僕だったのでちょっとしっかり練習して出直したいと思います。はい、頑張ってください。さあそれでは塚本七海選手、はい、どうでしたか。いや勉強になりました。あの私もこれからどんどん速くなって上手になっていけたらと思ってるんで、また呼んでください。はい、頑張っていただきたいと思いますそれでは早速バトル行ってみたいと思います。どうぞ。